それでは定刻になりましたので、ただいまから市長定例会見を始めさせていただきます。まず6月追加補正予算につきましてご報告ご説明申し上げます。先月17日未明に発生した明治用水頭首工大規模漏水の影響により、農業用水の供給不足が生じた地域で営農される市内の農家の皆様に農業者緊急支援金を支給するための追加補正予算を開会中の6月定例会に提出します。現在明治用水頭首工からのごめんなさい、農業用水の供給状況は仮設ポンプによる取水や応急対策工事により5月30日から4日のうち1日通水するブロック割通水が開始されたものの、いまだ農業用水の安定した供給の見通しが立たない状況です。このような状況の中で営農される農家の皆さんは、計画的な営農の遅れ、農作物の生育支障、収穫量の減少の懸念といった不安を抱えながら営農を継続されています。今回の支援金はそういった農家の不安が少しでも和らぐよう支給するもので、営農面積に応じて1万円、3万円、10万円の3区分により用水を利用して営農する市内の農家世帯を対象に支給していく考えです。明治用水頭首工大規模漏水に関しては、本市を含む西三河旧市1町で東海農政局に対し、先月20日に早急な復旧と用水利用者への一刻も早い救済支援、抜本的な課題対策に向けた緊急申し入れを行い、さらに先週16日にも東海農政局及び愛知県に対し緊急要請を行っております。この件に関して私からの説明は以上でございます。それでは続きましてですね、LINE による子育て関連情報の発信についてご説明をいたします。それでは LINE による子育て関連情報の発信についてご説明申し上げます。本市では子育て家庭を対象とした情報発信の充実を図るため、コミュニケーションアプリ LINE を活用した2つのサービスを開始します。1つ目は一人親家庭支援に特化した LINE アカウントの開設です。一人親家庭向けの情報発信はこれまで市政ダイアリーやホームページチラシの配下等を中心に行ってまいりましたが、就業や家事等日々の生活に追われがちで時間的な余裕がないご家庭などにおいては、なかなか自ら支援に関する情報を取得することができずに支援が行き渡っていない面もありました。そこで多くの方に広く普及し、プッシュ型の情報発信を得意とする LINE を活用することで、情報取得が不十分な一人親家庭に積極的に情報を届けることとしました。 LINE の活用にあたっては、岡崎市一人親家庭支援専用のアカウントを開設することで、届けたい情報を適切な時期に確実に届けることができるようにしました。各種給付金制度、就学資金や就学支度資金などの貸付制度、セミナーや講習会など一人親家庭に有益な情報を配信していく予定です。岡崎市一人親家庭支援アカウントは本日6月20日に公開しました。一人親の方だけではなく、どなたでも登録いただけます。ぜひご活用ください。2つ目は7月1日から始めるすくすく LINE の配信です。こちらは現在妊娠中から3歳未満のお子さんがいるご家族を対象に配信している子育て応援すくすくメールを LINE による配信に移行するものです。子育て世代に身近な LINE を活用することで、より広くより便利に情報を届けていきます。こちらは既存の岡崎市公式 LINE アカウントを活用したサービスです。登録は簡単です。岡崎市公式 LINE アカウントを友達追加していただき、メニュー内にある子育て応援すくすく LINE を選択、お子さんの出産予定日や生年月日を入力したら登録完了です。これまでのメールサービスと同様に、妊娠の週数や
お子さんの成長に合わせ必要な情報をお届けしていきます。出産や子育てには周りの方の支えが必要です。パパママだけではなく、おじいちゃんおばあちゃんもぜひご一緒にご登録いただき、子育てのヒントにしてください。この件に関しては私からは以上でございます。それでは次に、岡崎城下家康公夏祭り花火大会有料席の販売について。岡崎城下家康公夏祭り花火大会の有料席の販売について説明いたします。先般ご案内の通り、来る8月6日土曜日に3年ぶりとなる花火大会の開催に向けて、市と観光協会により必要な準備を進めているところでございます。本年の花火大会につきましては、コロナ対策をはじめ、会場周辺の密や混雑の緩和、渋滞の抑制などに努めつつ、豪雨による河川の増水にも迅速に対応するために、従来型の桟敷席を廃止することなど、時代に即した新しい安全安心な花火大会を目指して、さまざまな見直しを図っているところでございます。本日発表の有料席につきましても、新たな取り組みの一つとして、市中心部への人流の抑制と分散を図りつつ、岡崎中央総合公園のサテライト会場や YouTube ライブ配信と合わせて、ご自宅でも岡崎の花火をお楽しみいただけるよう準備を進めてまいります。それではお手元の発表資料に基づき、有料観覧席の概要を説明いたします。資料の別表、有料観覧チケット販売内容一覧をご覧ください。まず、夫側殿橋マス席として、殿橋下流の河川敷両岸に設置するマス席のうち、協賛申し込み分を除いた333マス1332人分を販売いたします。内訳は、仕掛け花火に近い A 席が280マス1120人分、殿橋に近い B 席が53マス212人分でございます。次に、桜の白橋リバービューシートとして、定員4名の席を橋上に30区画120人収容、120人分設置いたします。次に、音川河川緑地テーブル席として、河川敷テニスコートに定員4名のテーブル席を100区画400人分設置するとともに、同じく音川河川緑地椅子席として、テニスコート西側の広場に5000席5000人分を設置いたします。これらにつきましては、明神橋公園駐車場とのセット販売も行います。最後に、岡崎公園多目的広場には椅子席を3000席3000人分設置いたします。以上が販売いたします約9800人分、正確には9852人分ということになりますが、の有料席でございます。また有料席のほかに、今年度新たな試みとして、岡崎市障害者福祉団体連合会と連携して障害者席を設置いたします。設置場所は音川殿橋マス席に10マス40名分、1マス1万4000円ということになるんですけれども、と国道1号沿いの岡崎公園バス駐車場に乗用車20台分40人分ぐらいですね、1人2000円の計算ですの観覧スペースを確保して、障害をお持ちの方とそのご家族の皆様に安全快適な環境を提供してまいります。有料席の詳細、販売価格、申し込み方法等につきましては、資料に記載の通りです。
7月15日の締め切り後に抽選を行いますので、慌てずにお申し込みいただければと思います。なお、従来の中央総合公園での抽選会を行いながらの販売は行いませんので、ご注意ください。最後になりますが、3年ぶりの花火大会を安全、安心、快適にお楽しみいただくためには、会場付近には観覧チケットをお持ちの方のみご来場いただき、チケットをお持ちでない方は、ご自宅、あるいは中央総合公園サテライト会場、さらには YouTube ライブ配信など、離れた場所からゆっくりと安全にご覧いただけますよう、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。この件について私からは以上でございます。それでは続きまして、文化観光資源の活用におけるデジタルトランスフォーメーションの推進についてご説明をさせていただきます。文化観光資源の活用におけるデジタルインフォメーションのデジタルトランスフォーメーションの推進についてということでございますが、社会全体のデジタル化に向けた取り組みが一層加速していく中、本市においても2023年放送の大河ドラマやアフターコロナを見据え、デジタル技術を活用した文化観光の推進を図るため、本日株式会社ひとはた様、西日本電信電話株式会社様と文化観光の DX 推進に関する連携協定を締結しましたのでご説明いたします。お配りいたしました A4 横の資料をご覧ください。岡崎城や大樹寺など本市にある歴史文化的な観光資源をプロジェクションマッピングイベントで実績のあるひとはたさんにより仮想空間で楽しめるコンテンツとして仕上げていただき、そのコンテンツを NTT 西日本さんが提供されている仮想空間のプラットフォームドアで展開することにより、仮想空間で岡崎市を楽しんでいただける環境を世界に発信し、地域の活性化とブランド力の向上を図ってまいります。先ほどより仮想空間と申し上げておりますが、メタバースという言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。メタバースはコンピューターやコンピューターネットワークの中に構築された3次元の仮想空間やそのサービスのことです。コロナ禍の自粛生活において話題となった集まれ動物の森などゲームコンテンツをイメージされる方もいらっしゃると思いますが、現在では仮想通貨での買い物やイベントへ参加するなど新たな経済活動が発生しています。すでに NTT さんのドアにはさまざまな企業が参入され、観光地巡りや美術鑑賞イベントなどができる仮想空間が提供されています。資料の裏面をご覧ください。後ほど実際にご覧いただきますが、先進技術により仮想空間で大樹寺の重要文化財大宝城障壁画のある部屋に入って障壁画を鑑賞し、他の人と交流したりできるコンテンツの制作にチャレンジしていただきます。このコンテンツがドアで提供されることで、市民の皆様はもちろん市外、県外、海外にお住まいの皆様にも仮想空間の大樹寺を訪れ観光を楽しんでいただくことが可能となります。本市の文化財や観光スポットを巡るバーチャルツアーへご参加いただくだけでなく、ゆくゆくは土産物の販売や旅行、コンサートなどのほか、仮想空間ならではの新しいビジネスの発生にも期待しております。2023年の大河ドラマの放送開始に向け、大河ドラマ館の設置をはじめさまざまな施策を講じているところですが、これまでご縁のなかった皆様にこの仮想空間を通して岡崎市に関心を持っていただき、実際に訪れるきっかけとなるよう、公民連携により仮想空間でも楽しめる街の創出に取り組んでまいります。まだご質問等ありましたらですね、デジタル推進課の方へご提案いただければと思います。